そうですね、もう何回こうして皆様の前で、開演というかご挨拶をさせていただいたかという思うんですけれども、今回で一応最後ということで、卒業というふうに大々的に歌ってはおりますが、気持ちとしてはいつもと全く変わらず、本当に一公演一公演この一作品を大切に演じきるということに尽きると僕自身は思っています。そして今回はですね、和田さんが、音楽の和田さんが生で、本当にスケジュールがない方なんです。それを無理って抑えていただきまして、僕らと一緒に40公演、お芝居をして、そして音で僕らを支えていただけるということで、本当に演劇配給としては、いろいろな要素がたくさんあって、それが一つになってこそのハイパープロジェクション演劇というものになっていると思っていて、そういうものの一つの集大成というのを今回見せられるのではないかなと思っていますので、怪我しないように全員で最後まで走り抜けたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。今回簡単そうに見えてすごく難しいことがたくさん増えていて、例えば息合わせだったりとか全員でやったりするんですけど、そういったところの難しさだったり演劇の楽しさをすごく感じております。体力とかね、限界もあるとは思うんですけど、そこを超えた演劇のなんか新しい境地といいますか、そういったところをみんなで見に行きたいと思います。応援よろしくお願いします。言おうと思ってたことをマジで健太君と全く一緒で、音楽、今回もう出たよ、それさマジなんですよ。そうやってお前そうやって言えば許してもらえる。本当に許さなくてもいいですけど意気込みだからもう頑張りますって言ったり、あ、そうか、でも頑張りますよ、それでもちょっと当然のことのように久しぶりのちょっと囲み取材なんで、ちょっと今までと違った配給になると思うんで、楽しんでよろしくお願いします。楽しんでよろしく頑張ります。めちゃくちゃなんですかね。今回も新しいことにいろいろ挑戦してまして、それと今まで培ってきた僕たちがずっと積み重ねてきたものとの融合がいい化学反応を起こして、いいすごい舞台が出来上がったんじゃないかなと思います。僕は個人的に今挑戦させていただいていることもあったりだとかして、いろんな意味での緊張はすごくあるんですけど、それも含めて楽しんでもらえるように精一杯頑張りたいなと思っています。よろしくお願いします。僕たち正常は約1年半ぶりの登場なんですけど、今回最強のチームということで、そういうチーム感にこだわって正常はすごい作っていて、もちろん正常は、ね、まとまったチームであるんですけど、でよりそこに細かくダンスにしてもバレエの動きにしても本当こだわっていて、で最強のチームを作れるよう稽古してきました。そしてキャストは新チームになって新しいメンバーも増えて、本当に多分1年半前の勝者と敗者とは違うチームになってますので、そこを皆さんには楽しんでもらいたいですし、この作品はすごい成長する作品だと思うので、44公演、上を目指して頑張っていきたいと思います。前作では白鳥座学園から牛島若俊一人の登場だったんですけども、今作でその満を持して白鳥沢の個性豊かなキャラクターがもう揃って、で今回最強のチームっていうタイトルがある通り、もう絶対王者のチームとして、そういう個性豊かなメンツと一緒に本当の王者のチームを演じられるように圧倒的熱量を持って演じていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、緊張してる初めての音楽、これまでウォリさんと一緒に培ってきた稽古のメソッドみたいなものがもう配給では出来上がってたんですけど、それを今回今回というかこの碁に及んで全部ぶち壊そうと思って、ゼロから稽古方針を変えて、でそこで僕がどんな音楽を当てたいか考えさせてっていうことを堀さんと話して、で結局それで1ヶ月、2ヶ月やってきた中で見えてきたのが、やっぱりカラスのメンバー含め全員がその試合をその場その場で生きているというか、物語も全部分かってて段取りもつけてるんだけど、絶対そこで負けるか勝つか分かんない試合をしてるっていうのが、僕的にはすごく感動のポイントだったので、自分もそれを音楽に取り込もうというのが一つポイントでして、つまり
その場その場で作っています今回の音楽は。であのキャストの熱量を感じたりお客さんの熱量を感じたりそこで感じた一期一会をあの公演として演奏として出そうとしているのが一つ音楽のテーマで、毎回同じ公演がないと思うのでそういう楽しみもあると思います、はい、そうですね。今回のお話が、まあ、配給もともとそうなんですけども、あの普通の高校生が、部活で、まあ、多分誰もが一度は通ったような、まあ、部活やってた人だったりもしくは何かチームってものに所属したことがある人なら何か経験したことあるようないろんなドラマがたくさん詰まっている、まあ、原作なんですけども、それがバレーボールのコートの中で全部起こるっていうのが、まあ、配球の僕魅力かなと思って、なので今回もずっと、まあ、試合なんですけど、その試合の中にもうたくさんのドラマがあって、その人間ドラマが試合の進行とともにいろいろ進んでいくっていう、こうなんか試合を見てる感動なのか人間を見てる感動なのか分かんなくなるような、演出を仕掛けているので、まあ、それは原作のその良さを引き出したいというところがあって、今回はそういう作品にしています。で生演奏もそれの一環でというか、やっぱり生きた役者さんがその場で、発する空気みたいなものをどうやってよりお客さんに届けたりもしくは一体感を作るかっていう時に、やっぱり音楽生演奏だともう全然違いますね。本当にあのなんか、もちろん音楽もそうだし照明とか映像とかいろんなものが舞台上で同時にパチッとはまるというか、その良さが配球にあると思うんですけど、まあ、それがより明確になって伝わるかなと思います。あれですね、いいチームだなと思って3年間でした、うん、それでその最後の公演が最強のチームっていうのは何の因果か、すごく素敵な巡り合わせでそんなタイトルになりまして、まあ僕たちが最強のチームだと思える3年間でしたし、今は本当になんか振り返れないぐらいバタバタでついたこともたくさん結構ギリギリまで稽古していて、これあの愚痴じゃないんですけど、さっきあの和田さんも稽古方針をぶち壊してっておっしゃってましたけど、まあぶち壊された方はたまったところもあったんですけど、でも本当にだからこそ生まれたもの、本当に新しい配球っていうものがまた今回も出来上がったと思いますし、でもそれって多分僕らがやってきた3年間があったからこそできた新しい配球じゃないかなと思っていて、そこはなんか自分たちにこうすごくリスペクトしているというか、僕らがやってきたものが基盤になれているんじゃないかなと思って、そういうところもすごく素敵なというか誇れる今回のポイントだと思っております。そうですね、20歳から21歳になる時ぐらいから始まった作品で、でなんか今日別にサプライズとかなさそうだから言うんですけど、今日僕誕生日なんですよ、で今日で一応芸能生活20周年で、すいません、なんか自分からやっちゃってそれを言いたいじゃなくて、それの20周年っていうところでこの作品が一発目にできたっていうことは、すごくすごく僕の中では幸せなことで、こんなになんかやっぱり3年間汗かいて全力で作ってきたものをなんか僕の役者人生としては第2章的なところだと思うので、これからがそこで一発目にできたっていうのは本当にとても幸せなことだと思っております。個人的には、はい、壊れないようにブロックみんながみんなに壊れないで支えます。僕が壊れるってない、もう物じゃないから俺は壊れない、頑張るみたいです、壊れないまあそれは見に来れば分かると思う。なんで上からの初心から思ったんですけど、あのカラスはめっちゃ仲いいですよね、マジで本当に仲良くて、いやなんかもう楽屋で話してるみたいな本当に仲良くて、あの地方とか行く時もみんなでご飯行くんですよ、でもみんなで行動してるから本当に部活みたいで、だからめっちゃなんだろう、もう部活みたいなんですよ。なんなの？僕は中身が薄い話をできるよね。
まあ、今日がヨネプロで、そして明日から、24公演ありますけれども、本当にリアルな人間ドラマがある種一つ集大成というかを作れたんじゃないかなと思っています。先ほど田さんもおっしゃってましたけれども、本当に僕ら勝つつもりでいて、どっちが勝つとか負けるとか物語上は決まってるのかもしれないけど、そういうことではなく、どのチームも全力で一点にしがみついていて、全力で勝ちっていうものにこだわっている、そんなところはもうなんか、もしかしたら役者っていうものを超えて、一人の人間としてなんかすごい熱量を持って演じるっていうところも、もしかしたら違くて、もっとリアリティのある何か生きるっていうことにつながるのかもしれないですけど、そんなところまでいけた作品ではないかなと思っています。本当に見ていただくことが一番なんかこう早いというか、音楽に関しても見て聞いて感じていただくことが多分一番この作品はいいことだと思いますので、ぜひ劇場に遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。どうぞ。ゲンタ誕生日おめでとう。ありがとうございましたよ。ありがとうございましたよ。今の光景見ていただいたと思うんですけども、これが最強のチームたるカラスノだと思いますね。あ、本当に嬉しい。ちょっとマジでびっくりして、泣いた嘘つくなよ。嬉しさとともに身が引き締まる思いです。みんなと一緒に2人追いかけることなく、全員に最後まで駆け抜けていきたいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。